ハルコムラジオ、めんどくさいです、でも頑張ります。やばい、本当にめんどくさそうに言ってしまう。棒読みはいいとこ。そんなことないですよ、こんにちは、人間伝説ゼロの奇跡エボリューションでティオプラトを演じている三橋香織です。いろんなね、表情が見れて私は嬉しい。そうですか。こんにちは、 GDK バンドのコテラカネコです。誤解のないように言っとかないとね、こう一文だけ取って、あのこれすごいめんどくさがってラジオやっていると思われ。そう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 。いや違う、このめんどくさいですわね、もう89回だから、うん、またさらに言っとくけど、いろんなめんどくさいのはなんか私たちがラジオをやるのがめんどくさいなんて聞いてる人がこの人たちめんどくさい人たちだなって思うラジオの。そうね、そう、まあ、話長いますっていう、ね、脱線しすぎだよ。そうね、そういうラジオなので、は実はめんどくさいと感じてるのはあなたです。というね、我々がめんどくさいじゃないよという、まあ、言い訳とともに89回目の放送の始まりました。はい、この番組ではゼロの奇跡エボリューションや千の奇跡など続々発売されていくファルコム作品について熱く語る番組です。毎回ゲームのキャストをお招きして裏話を聞いていますが、今回は JDKTV との合同企画をお送りする回ということで、ゲストさんはお休みでございます。まあでもだいぶね、この企画というかこのパターンにも皆さん慣れてくださってきた頃じゃないかなと思うんですが、うん、ね、はい、まあの今月も7月の最後に MVL を決めるので、そうね、皆さんじゃんじゃんお便りください。というわけで7月の一発目をいきたいと思います。お願いします。ラジオネームシューテンさんからいただきました。あざーし、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。今年ももう6月が終わり、2013年になって半年が経ちましたね。本当だよ、あっという間に時間が過ぎる気がして少し寂しい気持ちです。でも6月は私にとってイベントが2つありました。1つ目は猿の奇跡ザ・サード回 HD エディションの発売。おお、そうか。2つ目は私の誕生日があることです。おお、めでとう。私の誕生日は空の奇跡ザ・サードの発売日と同じ6月27日なんです。ほうほう。いつもはまた一つ大人の階段を登るのかと嬉しさ半分、うんうんうん、切なさ半分でしたが、好きなゲームの発売日と誕生日が被るとなんとなくですが嬉しいです。うん、ちなみに今年で21歳くらいになります。わーかーい、くらい、うん、わーかーい、若かった。シューテンさん時々メールいただいてるんですけど、ね、なかなかこなれた感じで、そうそうそう、いらっしゃるんで、結構お年の上の方かと思ってたら、ね、そしてそんなあの誕生日ネタ、うん、またいただいています。おやすみしーさん、おやすみしーさんいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。そして遅くなりましたが、うん、コテさん、うわ、とれー、あ、誕生日おめでとう。ほらっと熟知まで。コテさんのプロフィールを見てびっくり。なによ、誕生日同じでした。なんだよ、もっと早くよ。ハルコムラジオが始まってからずっと温め続けてきた言葉、やっと言えてよかったです。いや、ありがとう。今年で自分もコテさんも24歳、イエーイ、おめでとう。俺とお前24歳、イエーイ。来年もこのラジオで祝えたらいいなと思います。来年も24歳でということで、よろしく。ねね、そうなんだ、嬉しい。同じ誕生日だ。同じ誕生日さんでした、うんうん、ね、6月誕生日さん多いんだね。ねえ、じめじめうっとうしいけど誕生日とともに、ね、楽しいことなんかあれば、ね、あげていこうっていう、うんうん、そうね。ね、それから、はい、こんなんもいただいてます。ラジオネームカメパパさんからいただきました。ありがとうございます。初投稿です。だね。お、ごめん。聞く専門でしたが、ファルコムラジオを存続させるにはメールが一番効果的とおっしゃっていたので投稿させていただきました。ありがとうございます。あざます。パパって言ってるのに随分素直な感性の、うん、どういうこと？そういうこと言うやつ送りたくねえんだよとか、そういうこと言わずに、ね、ひねくれない、素直、すごい嬉しいです、そういう素直な愛が、ね。私は皆さんの軽快な掛け合いや、うん、特務司令官の二人の一生懸命なところが大好きです。うんうん、そんな大好きなフォルコボラジオが長く長く続くように願っています。いい人だ。なんか泣けてくる ね、 ねいいパパさんだ。きっと長く生きてるとこういうまっすぐな応援は刺さる ね、 ね、心にね、刺さる刺さる、ほんと、ね、もうすくすくと育ってくださるんじゃないですか、ね、お子さんもこのラジオも。お子さんやっぱりあの海岸とかに産むんですか。どういうこと。パメパメなんだってパパは産まないじゃん。あ、そうか。見守るぐらいだよ。涙流してる。涙流してる。いや、あるのか。わかんないですけど。あと、こんなもいただいてます。今日もいっぱい読んでやる。はい、ラジオネーム、竹おはじの長女さん。おうつ。あれ、この前、あの、うんうん。
2号さんって次女の方かな、あ、これいただいたと思うんですけど、はいはいはい、あのご兄弟でしょうか、違ってもすごいけどね私は最近トランプにハマってます。そこでお願いがあるのですが、お願いがあるのですが、なんだ、ゼロの奇跡、青の奇跡のカジノで使っていたトランプを商品といただいていいでしょうか。素晴らしい、そのご意見、欲しい欲しい欲しい。こっからわがまま言わせてもらいますが、札やジョーカーに奇跡シリーズのキャラ名を取り入れてほしいです。あ、わかる、そうね、わかるわかる。そしてできることならブラックジャックの楽しみを増やすために、うん、スペードのジャックをイケメンキャラにしてほしいです。あと素材は、うん、末永く使うために傷のつきにくいものがいいです。そうね、紙よりもね、プラスチックとかどうでしょうか、うんうんうん、ご検討お願いします、ね、こういうストレートなお願いも実はありがたいっていうね、いい、でもいい、思ったことは素直に口にしようね。だってこれまださ、まだ7月始まったばっかでしょ、うん、うまくいったらな、わかんないけど、コミケとかでさ、調子乗って、そうね、誰かがグッズが してくれないから、そうですね。で、まあ、それを、まあ、まあ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 、満たせないうちは、うん、ほら、この前の夢の奇跡的なので、バーチャルでカードを集めていただいて、いいこと言うね、こう欲求不満を解消していただきつつ、うんうん、そうしよう。ね。うん、トランプ出せよみたいに思いつつ、ね、待ってていただけると、そうそうそう、そうだ、そうだ。ごストレートなご意見、大変に嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。富田さんあってのファルコムラジオでございます。はい。てなところで、ね、はい、じゃあ、あの、コーナー行ってみましょう。水さん、タイトルコールをお願いします。出発、徳の司令官。リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、番組の支援家見習いの二人がその要請に応えていく出発特務試練課です。それでは支援家見習いの二人に登場してもらいましょう。今回はロマンティックな願い事を言いながら登場してもらう。あ、7月、七夕間もなくなんだ、そういうことか。じゃあ、うんうん、まあちょっとロマンティックな感じでお願いしますね。ではしおりんから 3,2,1 どうぞ。キラキラ綺麗な天の川を渡ってみたい、特務支援課見習い浜本しおりです。夢の奇跡でキラキラ輝くカードが欲しい、特務支援課見習い金坂ずともです。まあね、ロマン、ロマンの定義はいろいろ、そうだね、結構広いと思う。そうだね、うん、ということで、うん、まあみんないろいろね、七夕の、七夕って願い事する日だったっけ、違うよね、そもそも、あれ願い事する日だっけ。あ、書くか。短冊に書きますよね。なんでなんだっけ。まあ、いっか。なんで願い事するの。なんでなんでしょうね、あれ。なんででしょうね。ね、よくわからんけど。単純だってあの二人が出会えばいいっていう話なんだもんね。うん、ですよね。うん。ついでに願い事でも叶えたら。叶えたらみたいなこと。いい気分なんで。っていうこと？っていうこと？あ、天の川に星がいっぱいあるから。ほー。ほーってこと？まあ、わからないけどね。わからないけど、まあ、いいや。いいや。まあ、そんなロマンティックな気持ちにもなるかもしれません。今回の支援要請はこれ。ミュージックライブラリー、ヘイヘイヘイ、これこうね、もうコーナー化して好評でございます、うん、はい、ガチオコンビがファルコムミュージックの珠玉の名曲を FM の DJ になりきって曲紹介するファルコムミュージックライブラリー。いつものテンションとは違ってクールでスタイリッシュでマジ化してる激ヤバシャレを詰まるな曲紹介をしてもらいます。なんだこれ、はい、ということで、でもすごい個人的に楽しみにしてますので、はいね、あのそう、結構ここね評判良くて、うん、このメール来てます。フォアルコム目指して勉強中さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近巷で話題のファルコムミュージックライブラリーのコーナー、巷で話題の、とてもいいです。イエス、いい意味でラジオらしくて、うん、曲の前の紹介文も雰囲気をより一層引き立てていて最高です、うんうんうん、曲も盛り上がる曲ばかりなので、うん、いつにも増してジーク肌です。ハト、ハトではありません、では曲の感想でその曲への思いとか聴きどころを話し合うのも、パーソナリティの方々と同じ空間で曲を聴いている気になります。これからもどんどん紹介しちゃってください。好評ですよ、このコーナー。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、本当でもね、うん、いいコーナーだと思う。私だってこの前のやつ、あ、そうやね、早速買ったもん。そういう人絶対増えてると思うんですよ、うん、こういうきっかけにね、大事です。はい、ということで、うん、今回も楽しみなんですけれども、うん、まずは、じゃあしおりんからいくか。はい、じゃあ行きます。ファルコムミュージックライブラリー、今回ご紹介するのはこの曲。前回ご紹介した翼を持った少年のボーカルアレンジバージョンです。
1991年に発売されたこの曲は、原曲の爽快感や勇敢さとはまた違った表情を持っています。出だしはとっても軽快で、なおかつ渋いかっこよさがあり、シンプルなバンド音がすんごくいい味出してます。噛めば噛むほどじわっと美味しいスルメのような一曲です。それではお聴きください。ファルコムボーカルコレクション2より、ボーイオンザウィングです。どうぞ。少年の、うん、全然でもイメージ違う、うん、変わるね、ガラッとね、なるほどな。なんというかこの、はい、なんつーの、うん、JDK バンドの歴史を感じる曲とか、うん、この好きです私こういう、はい、何十年90年代90年代の、うん、90年代好きっす好きっすいいですね、今聴くと新鮮だね、うん、ギターもかっこいいんですけど、なんつうかね、いいですね、この熱いコーラスワークというか、なかなかないよ、今のそうだものの曲で、ないね、かっこいい。また岸本さんってこういう感じのお歌も歌われるんだなっていう印象、なんか、うん、勝手にね、うんうん、なんかイントロがさ、なんかこのさ、パーカッションがテン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 とか言ってるから、やたらとワンツーのアグレッシブな、南国チックなっていう、愉快なのかと思いましたけど、ラテン系の曲来たのって思ったら、うん、ロックでしたよ。かっこいいです、この融合。なかなかないよ。
面白いね、はい、面白い曲作ってたんだな、うん、勉強になります。そうですね、うん、ですね、ありがとうございます、このコーナー本当にすっごい勉強になるはい、ということで、うん、次はガチ君。はい、私ガチ君はですね、今回、はい、リスナーさんからいただいたリクエスト曲を紹介いたします。はい、では行きます。ファルコムミュージックライブラリー。この曲はセルセサの樹海でも印象的だったテーマオブアドル2012のアレンジ元の曲で、タイトル通り爽やかなアドルを体現した曲になっています。セルセサの樹海では切ないメロディーラインだったので、聞いたことがなかった方は聴き比べてみるのは面白いと思います。ラジオネーム秀政さんからのリクエストです。イース4パーフェクトコレクションボリューム3よりテーマオブアドル1993です。どうぞ。この曲か。テーマオブアドルって言うんだこの曲、はい、知らなかっただからなんかさっきもそうなんだけどさ、90年代の匂いがの感じる感じ で、ね、はい、でこれはなんかアレンジしてあるからなんか新しいアレンジにはなってんだけど、その90年代の良さをちゃんとなんか匂いとして残してるっていう感じがいいですね。シンセ音とかがシンセサイザーの音とかがなんかすごくこうこの辺とかですか。そうそうそう、ここかっこいい、かっこいいよね。ここ好き。あれだね、このファルコムクロニクルとかを読むと、うんうんうん、そっか、すごくあの詳しいというか、ね、その当時の情報っていうのがはー、今手元にね、このクロニクルがあるわけ。ファルコムミュージッククロニクルが来てますね。聞きながらここの曲だっつって見てくれればいいですよね。そうそう、これすごい便利だよね。収録曲も入ってるんで、詳しく。これはすごい嬉しいですね。これなんだっけっていう曲も探せるっていう、帯帯もすごいコレクションしてあるっていうのが、これ保存してた人偉いね。ねえ、これさ、だからさ、さっきの曲がさ、割とギターメインなロック曲だったのに対して、結構シンセメインのね、ロックっていう、こう、なんか焦点の当て方が、なんかまたこれをこれでいいね。はい、好きな感じ。素晴らしいです。面白いな。掘れば掘るほどいい曲しか出てこないですね。そうね。まだまだいっぱいあの音楽資産あるんで、ぜひぜひ紹介していきたいと思います。ありがとうございました。僕リクエストも結構いただいてるんでね。
ぜひぜひ反映させていきたいなと、はい、思ってます。はい。ファルコムミュージックライブラリーではあなたからのリクエストお待ちしてます。そして新音声も引き続き待っておりますのでよろしくお願いいたします。以上、出発とくもしれんかでした。ガディス岡島のファルコムクロニクル。起立。礼。おはようございます。着席。はい。今日の授業はこの作品です。ド、はい、ラゴンスレイヤー英雄伝説。ん？ん？これわかりますか？知ってます？いいえ。知らないですか？知らないですよね。でまずこの。ドラゴンスレイヤー英雄伝説というタイトルで気づくことありませんか？何か。はい、英雄伝説。そう、そこなんです。英雄伝説なんですよ。はい、今の奇跡シリーズも必ず英雄伝説ってついてるでしょ。はい、ね、でこれがこの今に続く英雄伝説シリーズの元祖と言っても過言ではないと思います。お、はい、今日はねこの歴史的なゲームを紹介していこうと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでですね、まずはこのゲームの概要をね、上倉先生に説明してもらいましょう。はい、そうですね、はい、このドラゴンスレイヤー英雄伝説は、1989年12月10日に PC8801 Mark II SR SR、 うん、はい、はい、ね、いろんな摩訶不思議な単語が出てきてるけど、はい、よく覚えておくように、はい、でね、それまでのドラゴンスレイヤーシリーズっていうのがあるんだけれども、はい、それはねリアルタイムアクション系のゲームスタイルから変わって、あのストーリーを重視した展開とコマンド選択型によるオーソドックスなスタイルの RPG になってるのが大きな特徴なんですね。おお、でこの作品がファルコムとしては初のストーリー RPG、 おそう、だから原点なんです。あ、ファルコムストーリー RPG ですよね。でそので、現在奇跡シリーズでもおなじみの、魅力的なキャラクターたちによる群像劇というゲームスタイルの礎となっている作品であります。おお、すごいでしょこのゲーム。はい、はい、うん、それまでのファルコム作品っていうのは、例えばほらイースとかでもそうなんだけど、主人公イコールプレイヤーっていうスタイルだったんですよね。なのであの主人公っていうのはあまり個性を出さない、あえて、そうそうそう、もう要はプレイヤーが主人公だから、うん、プレイヤーが思ってることとかっていうのが全部こう自分たちのストーリーだったんですよ。ところが、うん、ところがここでね、このストーリー RPG ってことになって、ドラゴンスレイヤー英雄伝説というゲームからはそのプレイヤーに個性が生まれてきたと。お、うん、だから昔のアドルとかってすごい無口だからさ、はい、非常になんか今見ると不思議なキャラに見えるじゃないですか。全く喋らないみたいな、喋らないみたいな、なんかなんで喋んないのここでみたいなっていうのはね、やっぱりそういうところがあったんだよね、昔のゲームのね。うん、だからまあこのドラゴンスレイヤー英雄伝説っていうのはやっぱストーリー RPG なので、あの 今のね奇跡シリーズから入ったユーザーにも遊びやすいと思います。お、うん、でこれはね余談なんだけど、はい、さっき説明に出たドラゴンスレイヤーシリーズって言葉があるんですよ、うんうん、でね、これはねザナグ、うん、ロマンシア、うん、ソーサリアン、うん、っていうゲームがあるんですけれども、はいはい、なんかねこのゲームも全部ドラゴンスレイヤーシリーズっていう一つの枠組みの中に入ってるんですね。はい、そう、今不思議な単語がいっぱい出てきたけどね、ザナグ、ロマンシア、ソーサリアン、うん、伝説の中のドラゴンスレイヤーシリーズの中のザナドゥロソザリアンとかっていうことですか。まあ、あのザナドゥとかロマンシアとかソザリアンはね英雄伝説ではないんですよ。おお、ドラゴンスレイヤーシリーズなんですよ。あの和食洋食中華ってあったら和食みたいなもんです。はてな、それで混乱が、混乱が、ちょっとそこもあのどう乗ればいいかよく分からなかったけど、違うかな。先生ちょっと間違ってたかもしれない。先生、はい、何でしょう。そうです、はい、今の話を聞いてもよくわからないんですが、うん、そうだね、はい、これは、はい、英雄伝説シリーズ なのではないんですか。はい、今なんかドラゴンスレイヤーシリーズっておっしゃってたんですけども、これはですね、これはね確かにそこでねその疑問が出てくるんですよ。はい、でもこの作品っていうのはすごい特殊でね、
ドラゴンスレイヤーシリーズと英雄伝説シリーズの両シリーズに属するゲームなんですよ。言ってみるとですね、どういうことかと言いますと、まあ、発売当時はまだ英雄伝説シリーズってはなかったんですよ。当時はまだドラゴンスレイヤーシリーズしかなかった、はい、でそこで、ドラゴンスレイヤー英雄伝説というゲームが出ました。でこれがストーリー RPG です、はい、でね、これがやっぱり好評だったのもあり、そのファルコムから多くのストーリー RPG っていうのがどんどん出てったのね、はい、でその時に常に英雄伝説という冠をつけて発表されてってたわけですよ。でその中にはあのガガーブトリロジーって言ってね、はい、白き魔女とかに代表されるようなものもあったりとか、あの奇跡シリーズ空の奇跡っていうのも英雄伝説だし、はい、要はだからファルコムのストーリー RPG っていうのには全部英雄伝説っていうのがついてるっていう流れがあったわけなんだよね。だそういう意味ではちょっと時代的にいろいろなもこういうなんていうのかなものもあって、たまたまこのドラゴンスレイヤー英雄伝説っていうのは両シリーズのなんていうのかな、あのちょうどこう中間地点っていうのかな、うん、ある意味ではこのファルコムがドラゴンスレイヤーシリーズから英雄伝説シリーズに移行していく時期の非常に重要な作品としてね捉えることもできるんじゃないかと思うわけなんですね。でね、このゲームの内容を非常に分かりやすく説明している文章がね、うん、当時のチラシに書いてあるんですね、はあ、こうでね、それをね読んでみてもらいたいと思います。じゃあ、はい、ガチ君。あ、はい、じゃあ行きます。ファルコムがここまで到達した。正統派大型 RPG の決定版、壮大で流れるようなストーリー、何が起こるか分からない数々のイベント、次々と現れる個性豊かなキャラクターたち、心の奥まで響く BGM、 丹念に描かれた美しいグラフィック、コマンド選択の簡単な操作性、文字通りのことが見事にゲームとなって完成したドラゴンスレイヤー英雄伝説、日本ファルコムが RPG の究極を目指しました。すごいでしょすごいでしょ今の笑い。もう究極です。これもうね、究極で言っちゃってますから。そうなんです、ね、チラシですよこれ。究極の RPG がついにファルコムから出てしまった。もうこの時点で究極が出ちゃったんですね。出てるんですよ。あ、一度究極系になってる。出ちゃったんです。常に出てる。もう出てる。すごいな、やっぱり。もうだからこのチラシ見るだけです、非常にどんなゲームが気になるでしょう。はい、ね、でさらに言うとですね、このねチラシ、今読んでもらうチラシに当時のゲーム雑誌のレビューも載ってるんですけど、はい、これがまた秀逸なコメントがたくさんある、ね、これやはりね、やっぱ究極の RPG にふさわしいコメントがたくさん来てますので ね寄せられています。これをぜひあの、はい、しおりに続けてね、はい、読んでもらっていいですか。わかりました、いきます。1989年12月発売以来、関係各紙で絶賛。画面を見る限りでは普通なのだから、その中にこそ技が隠されているだろうことは推して知るべしだ。ドラスレ英雄伝説は一見ごく普通の RPG なのに、美味しさが随所に、しかしさりげなく光る、まるでフグチリのようなゲームなのだ。バイログインさん。フグチリね。はい、フグチリです。フグチリのようなゲームって例えが全然わかんないですよ。さっきの俺のあの和食和食みたいな、ね、美味しいんです、美味しいんですよ。で次は、アクション RPG で究極までたどり着いたドラスレが、その流れのさらに先でオーソドックスな部分で究極を目指した RPG なのだ。BGM は今までのファルコム節とはまた違った感じであった。目立つわけでもなく、それでいて心が休まるような美しいメロディーだ。バイテクノポリスさん。はい。美しい。そして久々に構えずにプレイできるゲーム。最初のイベントを通過した時にそんな感じがしたんだ。その印象というか感覚は今のところずっと続いている。スケールが大きいので一見簡単そうに見えてなかなか終わらない。中略。プレイそのものが楽しいので、行き詰まっているかどうかなんて関係ないわけ。バイポップコムさん。はい、もうポップコム、僕ずっと出たけどこういうキャラだったですね。そうです、ポップコムちゃんみたいな、こんなキャラだったみたいです。これすごいですね。プレイそのものが楽しいから行き詰まっているかどうかなんて関係ない。行き詰まってるじゃん。行き詰まってるから関係ない。行き詰まってるんだって。もうそして
RPG の基礎を踏破し、さらに不満を解消させて密度の濃い作品に仕上げるのには多くの努力と RPG に対する情熱が必要だったに違いない。だからこそここまでの作品に仕上がったのだろう。中略。言葉にはできない楽しさ、文字には綴れない感動というものが込められている。 by マイコンベーシックマガジンさん。嬉しいですね。これは、これは、むしろこれを読むことで全くどんなゲームか分かんなくなるんじゃないかっていう気持ちですよね。だって俺これ今見たら、不愚痴りしか頭に残ってないから。そう。あと行き詰まるんだな、そう。行き詰まっても関係ない。関係ないわけ。ね、関係ないわけ。関係ないわけ。いろんなキャラクターもまたここでね、ポッコムちゃん、ポッコムちゃん、シュリン、これからポッコムちゃんって呼ぶかな。それがいいと思う。いいかな、呼んで。ポッコムちゃん、これであれですよ、ニコ動版のタグにポッコムちゃんです。完全につきます、つきます。全部何々なわけ。何なわけ。なわけ。いや、これ、まあここまで言われてみると、やってみたくなるでしょ。はい。俺もすでにやりたい。やりたいね。なんかやりたい。やってるはずなのに。でこれがまたにまたね、まあコメント通りのその RPG とは思えないようなサクサクしたゲーム進行でね、すごくね結構やっぱ爽快感にあふれた本当に素晴らしいゲームなんです。へでね、ここでいつも通り当時のマニュアルをねちょっとゲームストーリーが書いてあるので、それをちょっと読みながら勉強していきたいと思います。はい、はい、それではしおりにちょっと続けて読んでみてください。はい、いきます。遥か昔、いやもしかしたら遠い未来のことかもしれない。とにかく言えることは、イセルハーサと呼ばれる豊かな自然に恵まれた世界があり、そこに自然の恩恵を受けながら生活する人々が住んでいるということだけだった。大小いくつもの島々、島大陸、そしてそれらを取り巻く青く美しい海によって形成される世界には、ファーレーン、ウォンリーク、ラヌーラ、ソルディス、モレストンの5つの国があった。イセルハーサのほぼ中央に位置するロンウォール島と、それよりはるかに小さいサースアイ島からなるファーレーン王国は、国土が狭いこともあって、これといった特産物のない貧しい国だった。しかしそこに住む人々は少々の貧しい生活をものともせず、心優しきアスエル王の統治のもと平和な日々を過ごしていた。ところがある晩、予告なしの異変が首都ルディアを襲った。おー、はい、そしてどうなるのか、かっていうところですけどね。実はまあこのマニアはもうちょっとこの先まで本当は続くんですけども、まあでもほら、今までのねちょっと紹介したゲームっていうのは割ともう、ほら例えばこの間のブランディッシュでもそうだけど、はい、主人公のさアレスが出てきて、なんか結構いろいろストーリーが書いてあったりしたじゃないですか、はい、でもあまり多くは語らないでしょ、はい、大きな概要を語ってるぐらい、うん、やっぱりこれストーリー RPG っていうことなので、ストーリーの展開とかっていうのはね全てゲームの中で語られていくわけですよ、うんうん、さてこのファルコム初のストーリー RPG ドラゴンスレイヤー英雄伝説、どんなゲームか気になってきたよね。はい、気になります。ねえ、ふぐちりふぐちり、はい、ふぐちりですよ、ふぐちりですよ。というわけでね、イセルハーサでふぐちり、イセルハーサでふぐちりをね食べるゲームではないです、はい、そういうあれじゃない、もうそれしか頭にもなくてまあそんなねちょっと盛り上がってきたところで、はい、今日も二人にはね実際このゲームをプレイしてみてもらいます。はい、続きは JDK テレビで。ティオのつぶやき、ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺私頑張れるというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。はい、そしてコテさんにもつぶやいてもらいつつ、ガチ君勝利のつぶやきも紹介していきたいと思います。はい、それではまずティオのつぶやき聞いてください。ロイドさん、ゼロフィールドの耐久性を調べたいので今すぐ爆発してください。このオーバルスタッフ、実は直接叩いた方がダメージ出るんですよ。物理最強です。私も大概そうだ。
シュワルツァー。彼も弟系草食男子の皮をかぶった食いまくりのリア充野郎なんでしょうか。そうなの、リア充野郎に5000点もうそんなやつばっかだね、困っちゃうね。じゃあこっちでしょ。はい、行きます。こてでしょ、かなでしょ、こてかなニュース。9月にみんなが待ち望んでいた魅惑のこてランドがついにオープンじゃなくて千の奇跡がついに発売します。予約が済んでない人は早速予約してね。以上、こてかなニュースでした。ということでね、予約しましょうね。告知で、うん、よく分かる前置きがありましたけど、ね、まあ、でも大事大事大事、うん、はい、じゃあガチコンしように。あ、じゃあガチコン行きまーす。俺もいつかドギさんみたいに壁を壊すぞ。憧れですからね。腹筋にはあってる。そうね、憧れだから、はい、うん、なるほど。じゃあ浜本行きます。ほいほい。千の奇跡を予約するのはいつ、今でしょう。じゃあ私の料理を皆さんが喜んで食べてくれるようになるのはいつでしょう。いつかな、ね、いつかな、今でしょ。帰ってこない、帰ってこない、この悲しさ。あ、いつなのやら、いつなのやらということでね、はい、まだでしょう。これからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやきお待ちしてます。以上、ティオのつぶやきでした。私の彦星さん、いや織姫さん、どこにいてあるんですか。コテカナニュース、日本ファルコムの耳寄りな情報をコテラカナコがハイテンションでお届けします。みんなテンション上がっとか、上がっと、はい、まだあと2日あるからね、きっと現れるはず、私の彦星さんか織姫さん。はい、どっちでもいい、どっちでもいい。おい、それはさておき、今回ですね、あのもうね、そうそう、そんな七夕の日のニュースでございます、はい、こちら、はい、ファルコムラジオが千の奇跡の応援団に任命されました。おー、なんですかそれ、なんですかって何これね。あのね、各店舗特典が発表されてますます盛り上がる英雄伝説千の奇跡なんですが、うんうんうん、この度このファルコムラジオが応援団に任命されました。わ、応援団、応援団ね、応援団、それでね、早速なんですけど、うん、試練家の2人には応援団としての初仕事がもう決まってますと、はい、ことで、はいはい、何ですかっていうね、はい、これがですね、その言ってる7月7日2日後の日曜日にですね、はい、開催されます、はい、英雄伝説千の奇跡とプレコミュの先行トールズ士官学院オープンキャンパスというイベントがあるんですね、はいはいはい、会場でいち早くこの千の奇跡を体験できると、お客様がね、はい、そのお客さんにインタビューをしてもらいます。わ、久しぶりに、はい、インタビュー仕事があります。っていうかこれ何ですかっていうね感じですよね、はい、すごい思ってます。これだからオープンキャンパス、あの抽選制なんですよね。で、当選している人たちがいち早くこういろいろ千の奇跡についてこうプレイできたりとか、いろんな情報見れたりとかっていう、あのあれなんですってさ。ほうほう、これはもう締め切ってるんですよね、うん、ということはもう決まってる、我々今から行くぞと思ってるね、リスナーの人たち、ぜひあの支援家のお二人を見かけたら逃げずに、はい、もう答えていただけると助かります、はい、心の準備を、ねねねねね、お願いしますね、はい、いろんな期待を込めたいろんな意見があると思いますので、応援団としてのお仕事、実はこれだけではありません。お、プレコメと連動してこれからもどんどん応援していきますので、今後のファルコムラジオプレコミの情報をぜひチェックしてくださいということで、いはい、なんかいろいろやるかもしんないね、はい、楽しみでございます。ということで、来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上、コテカナニュースでした。はい、ということで80番台最後の放送、はい、ほんまや、ファルコムラジオ第89回お別れの時間となりました、うん、次回は90回です、まあ、当たり前のことなんだけども89の次は90でやる。本当ですね、人間で言ったらもう相当いい年、相当いい年いったよこれ長老レベルですね頑張って金さん銀さんの年を越したい、ね、越したいものです ね、うん、ね、はい、はい、ということで、はい、今日もまたたくさん盛りだくさんでしたけれども、はい、はい、あれだね、ガディス岡島
さんのファルコムクロニクル、はい、大変ですね、いつもね。楽しいですわ。楽しい、楽しいですよ。ついていけてる、はい、あのついていけるのは PC88 とかあの辺の話だけです。わかんないよ、ね、難しいね。あれ実機をちゃんと毎回持ってきてやってるんだ。はい、あの先生が、あら、よく持ってるよ、ね、先生がいろいろ用意していただいて、ね、授業をしていただいてますよ、ね、ぜひ出張版でここ遊びに来て。まあ、お大変だと思いますよ。とっても大変だと思います。収録がなかなか終わらないみたいなことそれはいつも問題になってます。ちょっと長いっていうでこれがまた多分 JDKTV で続きを見れたりするということで、はい、楽しみにしててください。さあ、そんなファルコムラジオでは皆さんからのメールをお待ちしております。続々とリリースされるファルコム作品への熱い思い、プレイした感想、さらに私たちへの質問やティオのつぶやき、ぜひ送ってきてください。はい、メールもたくさんいただいてるんで今紹介したいと思うんですが、よろしいですか。ほうほう、はい、ラジオネーム寮にこもってファルコム三昧かっこ仕事はしている予算からいただきました。し、皆さんこんにちは。こんにちは。月刊千の奇跡マガジンの景品で、うん、千の奇跡英語クリアファイル12枚フルセット当たりました。すごい、すげえな。ダウンロードできる壁紙も、うん、毎回妄想の広がる面白いものばかりですね。ボリューム7ぐらいまでは出るんでしょうか。これからも楽しみです。うん、あと、うん、ファルコムマガジンボリューム28のファルコム学園で、うん、ラジオがようやく出てましたね。荒久保先生にゲストに来ていただくには、いいタイミングなのではないでしょうか。そうだ。というわけで、荒久保先生のゲスト出演希望です。うんうん、ということで、うん、まあ、なんか、ね、いろいろお呼び出しかかってる方々いらっしゃると思うんですけど、うん、逃がさへんで。逃げられると思うよ。ずーっと言うで。しつこいからね。連続して言ってるよね、これ。毎週のように大事なことだからね、うんうん。逃げられると思ったら面白いですよ。そうよ。風化させないわよ。なんでこんなにしつこく言ってんのになんでこんなに嫌だよ、ね。何がそんなに嫌なの。ほんまよ。言うほど嫌な人たちじゃないですよね。ね、楽しくやるよ。ゲストの人みんな楽しんで帰ってる。そうそうそう、大丈夫大丈夫大丈夫、ね、いじめたりとか絶対しない。そういうイメージあるかもしれないけれど、ね、全然ないです。あの機械で困るようなこと聞いてない。本当ね。ね、クイズも難しくない。原稿料1万いくらなんですかとか絶対聞いてしないから来てください。よろしくお願いします。お願いしますよ。はい、そして特務支援神習いのコーナーでは、うん、あなたからの支援要請を募集中です、はい、あなたのアイデアでガチショコンビフル活用してください。ということで、うん、この二人いろいろ頑張ってるんですけど、はい、いよいよじゃね、はい、いよいよです、ね、はい、なんだっけ、もう間もなくじゃん、間もなく12日の金曜日から15日の月曜日祝日まで、はい、全7ステージを舞台やります、はい、白雪姫裁判というのを劇団重心さんでやります。はい、はい、場所は北池袋の新生館シアターというところで行います。ぜひまだ間に合う、はい、まだ間に合います、まだ間に合うのでぜひぜひいらしてください、ね、詳細は劇団重心のホームページにいっぱい載ってますのでそちらをご覧ください。獣がモース、はい、獣がモースで重心です、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来週の金曜日じゃん。会場で僕らと握手。あ、なるほどね。で今すごい言いたくて狙ったんですよ。大きい声、大きい声、大きい声ね。会場で僕らと握手。ね、はい。稽古はどうですか？稽古はね、大変ですけど、うん、楽しく頑張っておりますよ。はい、もうすぐ、いいことが一番でございます。はい、でございます。はい、楽しみにしてあげてください。はい、よろしくお願いします。ミュージックライブラリーへのリクエストの方もお待ちしてます。そう、ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてそして次回のゲストお楽しみでございますね。ソロの奇跡シリーズでティータ・ラッセルちゃん、あ、ティータタン、あ、ペロペロタンを演じている今野ひらみさんです。はい、もう楽しみです。もう私が楽しみです。どんな会話がねできるのか皆さんお楽しみにしててください。はい、すべてのコーナーへの宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はい、そしてツイッターもやってます。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやき送ってきてください。はい、番組の公式サイトにもコーナーの説明アドレス載ってます。確認してください。うん、そしてコテさんがたまに私の本業って何だったっけと思うぐらい入れ込んで書いてくれている小手さんの小手書き、これ本当に ね、 ね、さっき見てあったんですよ、また久しぶりに、あの、マジ対策されてるとこね、どうしようみたいな、ここ茶化しちゃいけないとこだよ、顔がマジみたいな、顔がマジ
コテさんが逃げようとして目がめっちゃ泳いでたみたいな。まあそんな時間ない中頑張ってんだよっていうことで、皆さんぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。おいたみずよしかおりとこちらかなこでした。またね。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。ロイドさん、また女の人つったんですか。リリース、リリース。